あ、ちょっと待ってよ。はい、どうも。ちょっとね、前回7時間も配信したのに1ミリもアーカイブが残らないという最悪な終わり方だったんですけどまあね、いや、まあ普通に、あ、ちょっと待って、配信名がシャープ2やな。まあ、G ルート自体はすごい楽しいということが分かったのはいいんやけど、ちょ、何にもこう記録に残らんかったのがすごく残念な感じだったんですが、まあちょっともう今回は、一応スイッチの方の設定もちゃんとアーカイブが残るように変えて、で、その上で、OBS の方でもしっかり録画をするという万全の体制を期しているので、まあもうおそらく、アーカイブはちゃんと残るでしょう。ということでね。前回アンダイン戦まで終わったところですね。はい。ちょっと、ポテチとロールケーキを食べながらの配信になりますが、こんな感じでやっていきたいと思います。うん。さあ、アンダインを倒したところですね。さて、この氷も流れてこうへんのよな。誰もおらんから。さあ、ホットランドですね。この辺は、この辺はそもそも、この水って何やったんやろな。水。めちゃくちゃおるやん、ここ。40体もんの。マジか。上はいけないと。下はいける。まあ、ここは、これやな。はいはい。まあ、別に戻る意味がないので、ラボに入りましょう。さあ、ここで、おい!もうメタトンおる。君本当にえげつないね。しかもすっかり有名人になっちゃって、よくもまあこれだけ悪事を重ねられたものだよ。脱帽だね。ああ、アルフィーを探しているの。ここにはいないよ?そうなん?メタトンの画面に1って出てるけど。君が仕事に勤しんでる間、彼女はあちこち駆けずり回ってみんなを避難させてたのさ。ほう。ああ、そっか、見てるからな。アルフィーは俺のこと観察してるから、分かってて、危ねえなっつって避難させに行ったんよ。いいやつやな、アルフィー。まあ、やってしまった実験はえげつないけど、あれ、そうしようと思ってしたわけじゃないからね。アマルガムを作ろうと思って作ったわけじゃないからな。失敗した結果やからな、あれな。だからみんな君には絶対に見つけられない場所に隠れてるよ。そうなんや。メタトンの画面のマーク何やあれ。画面の画面に何が表示、あ、M かな。黄色の方が文字になってるかと思ったけど、赤の方を見れば M やな。メタトンの M やな。戦わなくていいようにね、どうやらまともな判断ができるのは彼女だけらしい。ずいっと距離を縮めていったけど。あれれ、君なかなか大胆だね。僕に乱暴なことするつるむかね、な、残念。この世界に必要なのは死体の山じゃない。アイドルさ。アディオス。逃げてったな。逃げていきやがったな。アルフィーはいないと。はい。ここはすんなり出れるのかな?ゴミ箱だ、なかなか可愛い。うん。お、え、取れんの?
インスタント麺手に入れたけど、なんかアイテム何も持ってない。あ、そっか、アンダイン戦で全部使ってもたんや。回復アイテムとか HP 回復、食べたい時にすぐ食べられるお手軽ヌードル、 いくら回復やねインスタント麺で。ちょ、なんか回復できるものが、面白いこと思い出した。え何を思い出したかわからん。回復アイテム取れるなら取っときたいな。全然回復がないんよ。え、多分次メタトン戦やから、それまでに40体倒さなあかんわけやろ。まあ40体倒すのは別に苦しゅうないとして、そう、メタトン戦までにちゃんと回復アイテムを取っとかないといけないと。で、メタトンホテルのミスは多分やってないから、あ、でも奪えるか、奪えるから、ちょっとロールケーキ食べます。うん、ちょっと起きたとこなんでね、朝ごはん代わりに。メタトンホテルで奪えるから、まあそんな気にせんでええか。この辺に回復できそうなものないしな。清潔なワンピースが一着。ああ、あれか、あのおめかしの。この手紙あれやな、アマルガムにしちゃった人たちからの手紙やな。アマルガムにしちゃった人の親族からの手紙、全部見てない。さあ、とりあえず出ていきましょうか。こっから40体倒していかんとあかんわけね。多いな、40は。さあ、早速出てきた火山ちゃん、マジ強いな、マジ強なった。さあ、全然音楽が違う。なんか違う曲みたいやな。この回転数が遅くなった感じ。ただスピードとキーが下がってるだけやけど、違う曲みたいに聞こえるな。お、出てきたぞ、ツンデレ飛行機。わざとじゃないようだ。あ、でも言いたいことがあるんや、あいつ。俺こんな俺のことでもあの特別な感情を抱いてくれるんやな。いや、まあ言いたいことが、もしかしたら好きですじゃないかもしれんけどな。まあでもあいつは恋に恋してるタイプで、人間を見てないから誰でも好きになっちゃう可能性はあるね。うえー、なんかまだ2体しか倒してないのに、すんなりとこうあれしませんね、エンカウントしませんね。お、来た。どうした、寒いのかい。そんな方法で温めようとすな。
40体ってマジ多いな。ちょっと先進みながら行くか。結構あるしな、このゾーン。とりあえずフライパンを手に入れに行こう。お、いいね、いいね。2体出てきたよ。かわいい顔して、いっぱい雷打ってくるやん、あの雲。火山ちゃん HP が低いんやな。レベル上がった。あ、そっちじゃない。はい、当然拾いましょうと。装備してバレーシューズはさよなら。てかあれやな、アルフィーもいないし、トリエルからの電話はもらってんのやったっけ。この携帯電話を改造してくれるアルフィーがいなかったので、異次元ボックスが使えないね。よう考えたらこれ。アイテム持ち枠も、で多分アルフィーは俺の携帯電話を改造してくれることもないから、マジで最後まで異次元ボックスなしでいかなあかんな。持てるアイテム枠が少ないんや。全然レーザーも何も出てないね、元から。ここ稼ぎポイントじゃないの。長い横のゾーンがあるよ。横が長い。これ押せるんかな。あ、押したらレーザーがオンになっちゃう。もう俺が全部制御できるやん、ここのレーザーも。単純な構造。ここ敵出てこうへんのか。レーザーゾーンは敵出ないようになってんのかな、もしかしたら。ある程度はちょっと歩きながら行くか。普通に進みながら歩数を稼いでみて。パズルやってないやん。ここの猫ちゃんもいないし、もう空いてるってことやな。空いてますね。お？君たち何してるんですかね。どっちが喋っとんや。ふわふわの方かな。お前がここにいるってことは、アンダインはくそ、俺たちが敵を討ってやる。アンダインを倒したことがバレたな。でもこいつらそんな強ないやろ。ほら、アンダインみたいに覚醒したわけでもないし。サイナラ楽勝ですね。さあ、ここでメタトンの料理教室なはずなんですけどね。まあ出てこないと。すでに明かりがついてるね。真っ暗やったもんな、 N ルートでは。さあ、これも取らずに進んでいけてしまいますね。楽勝ですね。いや、いいんやけど、こんな、メタトン戦までに、あと33体倒さなあかんわけよね。もういきなりレフト 3F までいけちゃうわけか。まあ、とりあえず、1回ずつ、登っていこう。33体倒さなあかんから。え？マジ？レフト 3F しかもういけないってこと？あー、マジか。そうなん。はあ。
クモ女やっけ次。ちょっと待って、クモ女ってクモ女はエリアボスじゃないよな多分。倒しちゃってもいいかもしれんけど、まあクモ女がおるかどうかすらわからんけどな。まあ多分おる気がするけどね。次はメタトンやと思うねんな。クモ女はちゃうよな。おぞましいな曲が。てかあれか、誰もいなかった、誰もいなかったバージョンの曲や、曲というか、もう曲というのかつったら怪しいけど、ブーンブーンっていう。あれ、ここも多分パズル解きに行ってるけど解く意味はないんだろう。はい、空いてますと。33体。クモは多分倒しちゃっていいよね。ただまあクモ倒しちゃったらもうあれか、メタトンホテルに行っちゃうよね、ほぼ。全然33体もおらんのよな。全然貯めてない。もうちょっと貯めてから行くか。どうせ戻らなあかんだけどね、これ。これドーナツとか奪えたりし捨てんのか、取れへんのか。持ってきゃいいのに。いやー、まだ33問のエンカウント率があまり高くないっていう。いや、ここも行かれへんのか。どこならエンカウントするんだ。こことか普通に多分敵出てくるよな。自動でこの動きしてくれるように、なんかできへんか、これ。この動きしながらポテチ食うか。出てこんな、出てこうへんゾーンなんかもしれんな。敵が出てこん。ここないんか、敵。ここおらんのか。もうちょっとまだエンカウントしやすい段階やと思うのよ。まだ40分の7しか倒してないから。うわ、ちょっと待って。戻れんやん、これ。戻れんくね？
これは一旦ん？ちょっと待った。戻れないな。一旦こいつ倒すか。進んだ方が逆に戻れる可能性があるか。おお、そうっすよ。そんなことないけどな。人間はモンスターが全員大嫌いで、クムの足をちぎるのが大好きなんですって。より人間がむごい存在として認知されてるよ。あ、それに人間は、お、おるなあいつ。味のセンスが最悪なんですって。なんで？食べても美味しくないなんて。こいつもそんな強ないと思うけどね。ほら、そうだね。一撃やん。ゆたろうさん、おはようございます。一撃ですからね、楽勝ですね。ここメタトンは出てこないその何そのニコちゃんマーク。いや、ここまで来たわけですけど、ちょっと戻りたいんよな、できれば。あ、こっから逆走はできるか。あ、ちゃ、あ、ここに落ちてくるだけか。あー、やばくね？ちょっと、もっと稼いでから来なあかんかったんかな。どこでエンカウントするんやこれ。メタトンハウス、ハウスというかホテルか。この店はどうなってるかな。まあそうよな。なんか声は聞こえるな、でも。まあ、とりあえず奪えるから。この謎の鍵取って、行く意味あんのか？ゼロゴールドで買うって。これどうなんやろ？空っぽのピストル。弾は別売り。試す価値ある？これ。とりあえずこれは買ってみよう。で、あとジャンクフード。いや、ちょっと待って。5ゴールドしかないの？ほう。てか先に言ったけど、今日サイコパスに残念なお知らせです。さっきアルフィが来て、うちの安全なところで連れてってくれるって。で、まあその前にこのカラペン使っちゃわなきゃ。さあさあカラペンもったいない。うちの店の商品盗むなよ。うちのガラクタに、そんなガラクタって言うな。自分の商品のこと。高級ゴミだから。ゴミなんやな。にゃはは。一応ハートはつけてくれるんやね。さあ、とりあえず、まあ多分このメタトンホテルの中の、あのサンデーサンデーとかを盗んだ方が、回復効率はいいと思われるんで。マグニャンさん、こんばんにゃん。おい、おるやん、お前。お前仕事しとんや。こんな状況でも。やめとけよ。
もう精神状態おかしくなってんな。昨日からツイッチ始めました。このゲームはね、あんまりこう、適当に、ちょっと、なんていうかな、こう、平気でネタバレしてくる層の人にあんま来てほしくなかったので、多分ツイッチはそういう層の人が来ないなと思って、ツイッチをちょっと利用しています。金めっちゃあるから、この辺買っといていいんじゃないかな。そう、さっきいっぱい、じゃ話すか。話してみるか。逃げないのか。バカ言うなよ。従業員はみんな仕事をほっぽり出して客も一人もいない。そんなの別にいつもと全然変わんねえし、俺が来る可能性があるやん、だって。そうですね、その4時間いい経験をしました。G ルートと信じて僕は N ルートを一周してたんで、4時間かけて。4時間、まあ5時間かな。まあ4時間か。N ルートにかけた時間だけで見たら4時間ぐらいか。あ、マグニャさんもネタバレを踏みかけてるということですね。よく来ましたね。よう来たな。僕ネタバレの可能性ある配信はまずそもそも開きもしないんでね。メタトンには仕事をしないとダメだとは言われなかったよ。でもそれが問題なんだ。あいつ、俺が遅刻しても勤務時間が半分終わるまで出勤しろって言ってこないんだよ。まあいいんじゃないですかね。それは都合のいい上司じゃないですか。はい、頑張ります。頑張りますかなんか分からんけど、下手するとどやされちまう。あ、それはちょっと理不尽やな。半分もほっちらかしてどやしてくるっていうのは。いつか来るやろうという信頼のもと半分経つまで何も言ってこないっていう、そういうことかと思ったらそうではないんや。いや、どやされるっていうのはちょっと違うか。 CD を延々聞かされる。あー、初めて見る顔してる。そんなアルバム作ってんのや。性格悪いな、メタトン。全員死んだぞ。うん。仕事サボることしか考えてないな。ここで仕事して誰から給料もらえんねん、お前。誰もおらんのに。しょうもない脅し方するな、俺。あんな虐殺するやつとは思えないようなしょうもない脅し方してる。地獄に落ちろって言ってるだけやん、これ。有給残ってねえからな。ああ、もうなんか、社畜の思考回路してますね。やっと帰った。とりあえず、ちょっと、異次元ボックスに、さっき買ったいらないジャンクフードをちょっと、インスタント麺っていくら回復できんやろな。ちょっとジャンクフード、この辺入れといて。こんなん、なんでボックスにちゃんと残しとんやろ。丈夫な手袋とか、このチュチュとかいらんくね。とりあえず、あれ？カウボーイハットがなくなった。入れちゃった？異次元ボックスに。なんで入ってんの？カウボーイハットを装備。初めてやな、これ装備すんの。ここの回復アイテムの方が良いので、まあ金はかかるけど、あ、1個しかないんか。まあまあまあ。あ、金足りん。サンデーいらねえな。ちょっと持ち物整理するか。サンデーより、サンデーより多分こっちの方がいいやろ。清掃員とかもいないのかな。いない。顔の一部すら残ってない。どうやったんや。誰かに掃除してもらったんかな、顔の落ちる部分は。
事がない。返事がない。返事がない。ここも誰もいないでしょう。うん、いないね。いやー、33体エンカウントせんのよな。しかも戻られへんから、もうなんかこの辺で蓄えるしかない。ここら辺でマッチングしてくれないと、マッチングじゃねえや、エンカウントしてくれないと困るんですけどね。ここ行ってもしゃあないし、ここはまず多分エンカウントないし。いやー、ちょっと待って、どこなら敵出てくる？エレベーターで行った先はどこもダメなんよな。ここ以外はどこも行けない。で、こっから戻っていくこともできへんから、マジここで稼ぐしかない。ここエンカウントしそうにないよな。なんか誰も出てこない。なんか積んでる可能性ある？ここマッチングせんのかな？エンカウント、どこならエンカウントするんや。いや、戻りたいんやけど戻られへんのね。この辺敵出てこん。あれ？あ、戻れるようになってる。さっきここ来れんかったのに。あ、よかった。びっくりした。変な積み方したかと思った。ってことは、こことかも行けたりすんのかな。あ、ここはいけない。まあまあまあ、でも、ここに行けるならいいや。どういうあれなんやろ。どういう条件なんや、これ。メタドンホテルにたどり着いたらこっちに戻れるようになるみたいなことなんかな。32体か。相変わらず誰もいないと。みんなどこに逃げとんやろな。遺跡におんのかな、みんな。逃げた人ら。お、いいね、来た来た来た。いいね、 2体同時に来てくれるのは非常にありがたいですね。ああ、複数攻撃が欲しいね。当たってもうた。当たってもうてる。
よしよしよし、ここらで稼ぎたいですね。これをしながらポテチ、これもポテチ食いタイムやから、これは。ちょ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 、ああポテチは口内炎患者にはきつい。痛い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 。涙が出るほど痛い。塩気が。マジで治らん。ちょっとずつ良くはなってるんですけどね、口内炎が。ちょっとやっぱり巨大すぎて、2つとも。片方はもう大したことなくなったんですけど、まだもう片方が相当な威力を残してる。このなんかこの左右で噴射されてるこの青緑のビームはこれなんなんやろな。世界に誰もおらんはずやのに、何によって制御されてこのビームが出とんやろ。ああ、いやーマジちょっと長えわ、エンカウントまでが。この2人やったら楽やな、どっちも 100% 一撃でいけるもん。多分 HP が少ないんやと思う。やっぱこのエンカウント稼いでる時間がちょっと、虚無感が拭えないな。危ない。ここいいな、すぐ決意で回復できるし。万が一体力がやばくなってもね、あんまならんと思うけど。よし、いいよ、その感じのペースで来てくれ。こいつは下手しい、ちょっと残るんよね、めんどくさい。しっかり真ん中で止めないと。
あんべえ。あ、よくないよくない、絶対残る。これその爆弾の奥何？あばばば、コントローラーがこのエンカウント稼ぎの動きはパソコンのキーボードでやってるので、コントローラーが滑り落ちてどっか行っちゃいました。一体かよ。さあラブが上がっていくね。よし、2体。あ、いい2体、いい2体。一番上アンチなんじゃない、あれ、あの攻撃。あと何体？19体。まあまあ、割と減ったんじゃない？ 32 体やったからな。13体を倒した。はじめ40体やったからもう半分、ちょうど折り返し地点ぐらいやね。さあ多分半分を減るとね、エンカウント率が下がるような気がするよね、今までの経験上。まあでも前のゾーンはウォーターフェルは意外と普通に進んでるだけでノルマクリアしたんで、まあ意外と苦しくないかもしれない。スノーフルがちょっとおそらく敵出ないゾーンで一生これやってたんで、あれはしんどかったけど、あそこまで出ないということではないと思われるんでね、そろそろ出てくれるはず。あと3秒以内には出てくれるはず。3、2、1、0。出ろよ。惜しいな、5秒って言っときゃよかった。よし、一体とは。これまたしけとるな。大しけの海やな。海とか行きたいな、もうなんか夏やし、海とか行ったりして遊びたいな。
コロナ禍の中、海はちょっとなかなか、海水浴はなかなかね、行く気にはなれないですけど、コロナ禍早く終わって。なんか普通に旅行とか行きたいわ。小旅行ぐらいになってしまうのよね、やっぱこういう状況だと。ちょっと近場で済ますぐらい。あんまり遠くに行くってなったら、やっぱコロナ禍なんで最大限に楽しむことはできないじゃないですか、いろんなことが。まあ自粛とかしてるとこもあったりして、いろいろ。だから遠く行くんやったら、コロナ終わってから収束して、もっとコロナ前に近いぐらい楽しめるようになってからっていう気持ちになって、近場に行くんやったら別にちょっとぐらい制限されてても、まあええかなっていう気分でなれるんで。上下にいたらほぼ当たらんのじゃないこれ。ニューヨークの一部ではもうワクチンを接種した人はマスクしてないらしいですね。普通に生活してるらしいですね。普通に生活というか、まあ、マスクをせずに生活してるらしい。まあ 100% ワクチン接種率が 100% になることはないと思うんでね。接種しませんっていう人も多分いくらか残ると思うので。完全に元に戻るみたいなことはないんでしょうね。あ、でもワクチン接種しない人はマスクをするっていう、接種した人はもうマスクしなくていいですよみたいなノリに最終的にはなっていく。ワクチン接種するしないはもう個人の考え方なんで、僕はまだちょっと迷ってるところなんで。まあ、ほぼ大丈夫だとは思うけど、副反応が重すぎて変になんか遺恨の残る結果になっても嫌だなあっていう気はするしね。コロナにかかってもないのにワクチンで体の一部がなんかダメになるとまでは言わんけど、そういうことになったら辛いんで。全然なんともない大丈夫な人もいますよっていうのはわかるんですけど、やっぱりその個人差があるっていうこと自体がちょっとね、接種を億劫にさせるところなんで。まあ、ほぼ大丈夫だとは思うんですけどね。まあ、なんだかんだ言って多分接種すると思いますけどね、僕はね。マスク外す生活したいし。マスクがそもそも嫌いなんですよね。は
母親とかはね、僕がマスクすんのが嫌っていう話をしたら、もうずっとマスクしてるから慣れたみたいに言ってくるんですけど、僕は慣れないんです。てか半分以上在宅勤務をしているので、結局まだ全然マスクをすることの方がレアなんですよね。全然僕は慣れないので、ほんまに毎日出社して毎日マスクしとったらその状態になってたかもしれないけど、そうでもないんでね。もうちょっと横幅長いとこないかな。これ1体しか出てこんの、やめて。2体出てきて、なかなかマッチングせえへんねんから。マッチングちゃうわ。あと何体やろ。6体。あ、でも割とあとちょっとよ。2体ずつ3回来てくれたら終わる。まあそんなうまいこといかんねやろな。ああ、最近みんな夜寝るときどうしてますか？エアコン。夜の寝るときのエアコンがすごい困るんですよ。つけんかったら暑いし、つけたらつけたでちょっとエアコン自体があんま、なんていうかな、寝てるときにエアコンをかけるのがあんまり好みではなくて、なんか知らんけど寝てる間にエアコンしてたらすぐ起きた時の体の感じが良くないんですよね。かといってつけなかったら暑いし、朝汗だくになってるし、まあってなったらもうつけるしかないんか。でもつけたらつけたで体調良くないしな、あんまり。あゆ太郎さんつけっぱ。僕はなんかつけて寝る日もあればつけずに寝る日もあるっていう、なんかそんな感じなんですけど、結局迷ってるからね。どうしようか決まってない、定まってないから。お、来た。2体出てこいよ。2体。だから汗だくで起きた時の気持ちも良くないからな。でもどうしようもないんかな。まあ確かに電気代を気にしてるというか、どっち、まあやっぱ、なんやろね、エアコンせずに寝て、で、気温もちょうどいい時が多分一番ね、体調がいい。ね、エアコンして寝て起きると体調が良くないのよね。多分エアコンの風をこう鼻から吸い込んでると思うので、まあ、それは起きてる間もそうなんですけど、ちょっと起きてる間のエアコンはそんなに、不快ではないんですけど、この寝てる間のエアコンってね、なんかこう喉に来るんですよね。鼻喉に悪い感じがする。それをちょっとでも軽減しようと、こう空気清浄機をフル活用してるんですけど、加湿がついてるのがいいわ。空気清浄機、多分この空気清浄機の加湿のおかげで割とエアコンしながら寝てもまあまあ体調悪くなるのが軽減されてる気がする。どうしても朝起きた時ちょっと風邪っぽくなってしまうんですよね。風ってほどではないけど、若干風に、みたいな、若干風みたいな感じになるんですよね。風邪ひいてるみたいな。1時間ぐらい起きて生活してたら治るんですけど、なんか。寝てる時と起きてる時でだいぶ体の状態が違うんやろうなっていうことがね。
実感されるわけなんですよ、このエアコンを通じて。よし、2体来た。いいね。あと3体かな、これで。ああ、あと3体。でまあ、なぜそんな話をしたかというと、ちょっと今風邪っぽいからですね。風邪っぽい症状、風をひいてる時まではいかんけど、鼻がちょっとぐじゅぐじゅしてるんで。鼻が良くないんですよね、基本的に。すぐ鼻がぐじゅぐじゅするような体質なんで。休みましょう。いや別に休むほどでもないですけどね。多分 2,3 回鼻噛めば済む話だと思うんですけど。よし、よしよしよし、2体出てきた。あとはもう1回エンカウントすれば終わりや。今日は珍しく予定があるんで、昼間でしかアンテができないんで、さっさとやらないといけない。メタトン倒すぐらいまで行きたいな。それより先ってなるとどうなんやろな。ちょっとどこまで行けるか分からん。読めないからね、基本的に。やっぱこういうゲームはどこに時間がかかるかも読めないし、まあ、展開もそもそも読めないんで。メタトン倒すのにどれぐらいかかるかやな。一撃で倒せるパターンかもしれへんし、アンダインみたいになんか強なってる可能性もあるし、なんとなく強なってる気がするんよな。もうアンダイン以降はみんな強いボスになっとる気がするな。あのメインのボスは、あの雲女とかあの辺は強くなってないけど、別に。あと1体なんよな。よし、2体出てきたやないか。あと2体あと1体残ってるだけやのに2体出てきたぞ。おかしいぞカウントが。そこちゃんとしてるわけじゃないんやな。ただ倒した引数をカウントしてるだけなんやな。
さあこれで決意になったんで行きましょう。とエスカレーターで戻った方が早いかな。よいしょ。はい。これでメタトン戦に挑むということでよろしいでしょうかね。決意。左サンフでよかったっけ。あん？右からの方が早い。右って行けたっけ。左からしかそもそも行けんかったっけ。あ、行けるようになってくれてるわ、ありがたい。さて、一応アイテム確認して大丈夫やな。まあこれで万全だと思うんで、マジ金に困らんな、このモードは。さあ、コア、行ってみましょう。あの黒い謎の二人、マジックとかも出てこないんだね。いえ？もう開いてるな。メタトンは出てこんってことかな、じゃあ。Atsushi is raiding with a party of two. このシステムは何ですか？レイド？レイドとは？メタトン出てこんのか？てか、エレベーターが開いたってことはあそこから行っちゃっていいってことよね、多分。ここを通っていく意味ないのか。え、なんか出てきた。出てこへんやん。熱いし、あ、ここでも貯めれて、貯めてよかったんや。ほんならそういうことか。へえ。アツシさんの視聴者をこっちに連れてきた。そんなことできんの？ツイッチって。あ、これは出てくる？これは出てくるんや。ワンって言ってる。ワンとか言うやつだったっけ？こいつもともと。あ、軍内とマジックも出てきた。こいつはさすがに一撃では無理よね。あにゃん。危ない危ない。あば。オーケー。エスカレーターで行けばよかったかな。エスカレーターちゃうわ、エレベーターか。危ないよ。まあでもこいつら倒してる方が多分ラブが上がるんで、強くなれるんでいいんじゃないでしょうか。ここのスイッチの意味まだいまいち理解してないんですけど、多分これをつけないとなんか進めないんよね、多分ね。多分に。ここは誰も来なかったになるはず。
まあまあ拾っていくか。あれどこ行けばいいんやったっけこれ。誰も来なかったは何回も言わなくていいよ。次誰と戦うんや俺。ここメタトンよね多分。行きましょう。いるねメタトン。やっと来てくれたね。君に初めて遭遇した後、僕はとても恐ろしい事実に気づいてしまった。君はモンスターだけなく人間すらも脅かす存在なんだ。そうなん？やれやれ、これは大問題だ。観客がいてくれなきゃ僕はスターではいられない。あ、確かに。それに僕には守りたい人も何人かいるからね。そんな、メタトン、そんなやつおるんや。あはは。相変わらずやる気満々だね。でもチャンネルはそのまま。この後衝撃の展開が待ってるよ。ファンの間では常識だけど僕はもともと人間殺戮マシンだった。そうよね。やのに、守る人はいるんやな。人間じゃなければ殺戮せえへんのかな。こんなフォトジェニックなボディをつけてもらったのはスターになった後のことさ。この状態でスターになれたんじゃ、なれたんかじゃあ。でも、当初の目的のために搭載された機能もまだこのボディには残ってる。それ以上近づくと君に見せてあげるしかなくなっちゃうな。お！見たことないメタトンの姿が見れるってことかもしかして。お！やっぱ強いパターンやこれ。そうかい、なら遠慮なく行かせてもらうよ。ショータイムだ。いやメタトンネオ。はい、強いパターンでした。まあ行きましょう。は？グフ。君は僕のファンクラブに入るつもりはなさそうだね。あ、マジで？強ないの？え？なんや。なんやね。身構えたのに。身構えたのに俺。でもアンダインみたいな演出入ったからそうよ。アンダインみたいな感じになるんかと思ったのに。いや、この今メタトン戦で1時間ぐらい使って終わりかなって思ってたんですけどね。どうやら先に進めちゃったようですね。ここもここよね。決意とか言ってこんなもん。普通に場所が出てくる。これもこっち行っちゃっていいやつ？あ、動いてないんか。ちょっと鼻かま、ちょっとスンスン言ってうるさいでしょ、これ。じゃ、一旦鼻かんで、ちょっと静かになるようにします。鼻が。よし、準備万端。さあ、進んでいこう。この辺って、Nルートの時はモンスターが出てきていろいろ話すとこやったっけ？ちゃうか？ちゃうな。この先か。ここはこんな感じか。ここはこういう静かな感じやったはずやな。さあ、こっから、アズゴアの家に行くわけですけど、どんな感じになるかな。まあ音楽は相変わらずこういう感じ。
ニューホーム。お、なんか出てくるな。お前が出てくる。ハロー、ポルク。やっと戻ってきてくれたんだね。覚えてる？昔よくここで一緒に遊んだよね。知らんけど。ふふふ、嬉しいな。久しぶりにまた楽しく遊べそうだ。どういうことだ？こいつ、これフラウィー？そういうことじゃない？そういうことではないか？とりあえず。この辺とか変わりないよね。なさそうやね。バタースコッチパイ作ろうとしてんねや、あそこは。でもなんか、魔法で料理をしているのだろうっていう記載がなくなってるな。何これ？チョコレートはない。見といてよかったの、この辺。これはもう読んだ。チョコレートはないが、なんであんな赤文字で出てくんの？庭で目覚めた時のこと今でもよく覚えてるよ。すごく怖かった。手も足も感覚がなくて、僕の体は花の姿になってしまったんだ。父さん母さん誰かっていくら叫んでも誰も来なかった。これいるんかな。ちょ、物が多すぎるな今。あ、この辺、ちょっと待って。一旦異次元ボックスに、回復アイテムを移して、このインスタント麺なんかいるかどうかはよくわからんけど、ジャンクフードも。まあ、2個ぐらい開けといたら大丈夫かな。取り戻した。本物のナイフを手に入れた。そんな記載やったか？本物のナイフ？なんだ？なんか違うぞ。ディフェンス99、鼓動が感じられる。武器99、ようやく見つけた。なんだこら。とりあえず装備しよう。強いんで。取り戻したってなんなん？やっと見つけた。なんなんだ。ちょっとほんでこれで、まあ、古い武器防具はいらないんで、入れ替えてこよう。何？サンデーサンデーと、ちょ、インスタント麺の効力がわからんから、一旦使ってみないとね。これで一旦セーブしよう。はい。改装中。そのまま庭で泣いてたら、やっと王様が見つけてくれたんだ。だから何が起きたか説明した。そしたらね、ポルック、王様は僕を抱きしめてくれたよ。目に涙を浮かべてさ。よしよし、もう大丈夫だよって。王様はとても悲しそうだった。だけどどういうわけか僕は何にも感じなかったんだ。花の姿なっとるからね。人の心を失ってるからね。これは自分、ポルックだ。すべてのページに同じことしか書いていない。なんて書いとんやろな。いい日だって書いとったのにな。これまでは。使えそうなものはない。あのセーターがまだある。どういうことこれ？どういうことこれ？モンスターたちが避難してる場所ってここで、そのモンスターたちがこうチョコレート食べたり、なんか使えそうなものを全部持ってったりしてんのか？ロックは外れた。そこは赤文字である必要がわからん。ここに来た日だ。
確かなんか丸がつ×にしとかなんかそんなやったっけな。もともと僕は誰と接しても心が動かなくなってた。思いやりの気持ちが消えちゃったんだ。思いやりの気持ちが消えちゃったっていう自覚があるなら思いやりの気持ちありそうやけどな。いろいろ頑張ってはみたよ。あのバカな王様と来る日も来る日も何か感じようと努力してみた。でもそのうち耐えられなくなって僕は家を出た。そして家にたどり着いてそこであのおばさんを見つけたんだ。この人ならきっと僕の心を取り戻してくれるって思った。でもダメだった。はは。トリエルやろな。あの二人は役立たずだったのさ。そう気づいて僕は本当にがっかりしたよ。僕は誰かを愛したかっただけ。誰かのことを大切に思いたかっただけ。ポルク、君は信じてくれないかもしれないけど、これじゃもう生きてる意味なんてないなって思ったんだ。愛のない世界なんて、君のいない世界なんて意味がない。だからね、僕も君の真似をすることにしたんだ。自分の存在を消してしまうことにした。俺そんなことしたっけ。そして僕はそれを実際にやってのけたんだよ。昔のポルクがやろうとしたことなんかな。なのにこの世に別れを告げようとした瞬間、突然不安が込み上げてきた。魂を持たない存在は死ぬとどうなるんだろうって。その時僕の中で本能のような何かが暴れ出した。嫌だ、僕は死にたくないって。そして目が覚めた。何もかも悪い夢だったみたいに。僕は元の庭にいた。自分のセーブポイントに戻ってたんだ。そこで僕は実験をしてみることにした。何度も自分を死ぬ直前まで追い込んでみた。そのまま世界から離脱してしまうことはいつでもできた。でも生きたいという決意さえ持っていれば、僕は何度でも復活できた。これ確かこの花にアルフィが決意を注入したんやったっけ。魂を生き、もともと生きる意志のないものに注入したのがアルフィーよね。アズリエルの魂を。で、そこに決意があった。アルフィーが花に決意入れとったっけ。ちょっと覚えてないな。すごいだろパロック、僕もすごいと思ったよ。はじめはこの力をいいことに使ったよ。みんなと友達になってみんなの悩みを完璧に解決してあげた。みんなと仲良くするのは愉快だったよ、はじめのうちはね。だけど何度も繰り返しているうちに先が読めるようになってきた。なんか RPG みたいなこと言ってるな。これをあげたらこいつはなんて言うかな。2周目3周目になってきたらわかるもんね。僕がこう言ったらこいつらどうするかな。答えが分かってしまったらそれでおしまいさ。それ以上は何もない。全ては好奇心から始めたことだった。こいつらを殺してみたらどうなるんだろうってね。やりたくてやるわけじゃないんだって自分に言い聞かせたよ。俺やん。トリエルとかパピルスとかあの辺を殺してる時の俺やないか。確かめるために仕方なくやるんだってね。そう。ははは、でもそんなのは言い訳さ。スカッとして気分がいいってこと君は誰よりもよく知ってるはずだ。まあ、確かに攻撃力がすごい2万とか4万とかね。言ってたからね。そういう爽快感は確かにあったかもしれない。ま、少なくとも自分でやらずに見てるだけの奴らよりはマシさ。動画でこのルートを確認してる奴らのことやな。どうなるのか知りたいくせに自分ではできない情けない連中。今もきっとそんな奴らが僕たちを見てるんじゃないかな。有名配信者のアンダーテイル配信が決まった時に、この人の配信を見るために自分でもやらず人の実況も見ずに待ってましたって言ってた人、このシーン見た時どう思うやろうな。若干良くないバズり方をしてたけど、あの人。最近じゃそれすらも退屈になってきた。ねえポルク、わかるかい？僕はこの世界の何もかも知り尽くしてしまったんだ。全ての本を読んで全ての本を燃やした。ミニゲームを全部クリアして、そして全部失敗もしてみた。みんなの願いを聞いて、そしてみんなを殺した。
数字もセリフも見たことないものは一つもない。だけど君は、君だけは違った。ポルック、君の行動だけは全く読めなかった。毎回違うことしてるからな。いや、まあ N ルート2回やったけどね。遺跡で君を見つけた時はまだ誰なのか気づいていなかったよ。だから下ろして魂を取ってやろうと思ったんだ。でも失敗しちゃった。だからセーブファイルをロードしようとしたのにできなかった。ポルック、君の決意はどういうわけか僕の決意より強いみたいだね。あ、だから N ルートの時フラウィーは思い通りできなくなって僕が勝ったんか。決意にも強さがあるわけやな。ポルック、君に一つだけ聞きたいことがある。ここからどうやって遺跡に戻ったの？待って、こうじゃない？おばさんが出て行った時、亡き柄を持って行ったんでしょ？ん？そしてお墓に埋めたんだ。だから君は地下室に閉じ込められたままにならずに済んだんだね。どういう意味だ？君は目を覚ましたの？僕の呼ぶ声が聞こえたとか。ま、そんなことはどうでもいいさ。ポルク、僕はもううんざりなんだ。誰に会ってもどこへ行っても退屈で仕方ない。これ以上花の姿でいることにも耐えられないよ、ポルク。でも一つだけやっておきたいことがある。君と僕とで始めたことをきちんと終わらせよう。これがわからんのよ。人間の本性。別に俺はアルフィーと一緒に始めたっていう感覚がないんやけど。よう喋るなこいつ。その後？そうだな、この力の使い道はいくつか考えてあったよ。ふふふ。でもここで君と会って気が変わった。ポルク、君がいてくれたら地上で平凡に暮らすっていうのも悪くなさそうだ。よう喋るわこいつほんまに。それに今回も外へ調達しに行く必要もないしね。魂はもう6つ手に入ってる。王様がどこかに隠してるけどね。僕もあの手この手で隠し場所を引き出そうとしたけど、あいつどうしても教えてくれないんだ。でもポルク、君が頼めばきっと教えてくれるよ。アズゴアはおるんかな普通に。どうして君にこんなことを話すのかって？言ったじゃないか、あれから随分経ったけど僕の方を本当に分かってくれているのはいつまでも、今でも君だけなんだよ。君は僕にくだらない同情なんてしないからね。くだらない同情。誰かにされてきたんかな、そういうのをいっぱい。僕たちみたいな生き物は相手が邪魔になったらためらいなく殺せる。だからね。フラウィーを殺すことだってできるぞっていう話よね、これ。なんだろう、この気持ち。僕どうして震えてるのかな。あのさ、ポルク、この前のこと怒ってないよね。お？なんかしよる、ポルック。来るな！いや、やっぱり気が変わった。これはあんまりいいアイデアじゃなさそうだな。ポルック、君は戻った方がいい。この世界は今のままでも全然悪くないよ。おい、その不気味な顔やめろって。笑えないよ。悪趣味だぞ。フラウィーは長々と喋って。ここに、ボックスあるね。いや、まあいいよ。万全を。万全なんで、これ。今、万全の状態なんで。さあ、サンズが、いるかな。まあ、サンズもただでは、通してくれないでしょう。おそらく。さあ、サンズだ。よう、忙しそうで何よりだな。お前に聞きたいことがある。救いようのない悪党でも変われると思うか？あ、救いようのない悪党でも変われると思うか？努力さえすれば誰でもいい人になれると思うか？近づいていくな。へへへへ、まあいい。質問を変えよう。お前、最悪な目に遭わされたいか？それ以上近づくと、心の底から後悔することになるぜ。近づいた。仕方ないな。ごめんよ、おばさん。だから役者が嫌いなんだ。サンズ戦うことになったね。
今日は素敵な日だ、花が咲いてる、小鳥たちもさえずってる。こんな日にはお前みたいなやつは地獄で燃えてしまえばいい。目が光った。おい、ちょ KR って何？ KR って何これ？不可避。ゲームオーバーじゃなくてさ、なんか HP の横に KR っていうのが出てたけど、あれ何？楽しい時間の始まり？よう、どうしたんだ、そんなにイラついた顔して。俺はなかなかのやり手だろ。いや、ルール違反やから、ルール違反。はいはい、うん、これはまず全部避けなあかんのか。これをまず全部避けなあかんの？え、じゃ、これをまず全部避けなあかんってことか。きついな。避けれそうやったもんな。頑張れば。パターンを覚えないとしゃあないな、これは。お前2回連続でやられたな。ずいぶんふてくされた顔してるからさ、まあいいや。それじゃ3回連続でやられてもらうぜ。ちゃんと変わってるのね、この辺。よし。はあ、はあ、いや、し、減っていく。何これ ?KR って何？いつも思ってたんだ。なんでみんな最初に必殺技使わないんだろうって。え、何これ ?KR って何なん？狭っ。よし。攻撃を続けろ。いや、もうちょっと回復させてくれ。攻撃力がいい感じに上がってる。いきついな、これ。むずいな、むずい。KR って何？いや、無理や、ちょ、こ、待って、これ。サンズ戦だ。曲が、またいいね。ちょ、攻撃しよう。いい加減。避けてきやがるやないか、こいつ。え、まさか、おとなしく食らうとでも思ったか。何これ。あ、ここ乗れるんや。出す！食らいすぎやって。インスタント麺。お！インスタント麺いいな。めっちゃ強いインスタント麺。持ってて正解やった。当たる。いきゃー！一番有名な曲なんですね、これが。ちょっとどうすんのよ。時空に大規模な歪みが発生してるらしい。時間の流れがめちゃくちゃに飛んで止まってまた動いて、で呼んでる間にも体力が減っていくから、なんか KR という謎の体力が。いや、きつ。27回復じゃ耐えれないよ、これ。メガロバニアって曲なんですね。強すぎるやろ、こいつ。はじめにちょっとあんまりやられたくないな。はじめの攻撃がパターンを覚えたら全部避けれそうなんで。ああ、そうだよ。全然避けれてないやないか。こんな辺のんびりしようぜ。いきなりインスタントも行こう。犯した罪の数々が背筋を伝う。避けられんのよな。
むずい。時空に大規模な歪み。そして突然全てが終わりを迎えるんだ。こういかなあかんのね。攻撃を続けろ。いやー、これ避け方がよくわからん。どうすれば避けれるんや。へへへ、それってお前の仕業なんだろ。どうやんの。もう無理やて。あんたさ、しっかりしろじゃないよ。しっかりしてても無理よ、これは。もうすごい早くスクロールするやん。はいはい。何回までカウントしてくれるんや、それ。最初がきつい。にゃあ、ムカつく。あー、ミス、弾か。指が。まあ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 。これ早めにいかんと。こう、いやもうな、やめてくれ。いや、きついな。あん、なになになに、やめてやめて。ただ生きながらやってるだけなんやけど、難しいて。もう何しとんこれ。もう無理やって。やばいな、これは。あの、並々避けるのがきつい。だからここでフェイスステーキとか使わなくていいな、これは。いやー、これはインスタント麺やな。
まあまあ大丈夫。なんで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 、やばい、さっきよりだいぶ下手くそ。あ、まあまあまあ、1になったら勝手に死ぬことはないんやな、あれ。勝手に HP が減っていくことはないんやな。いや、キスの練習してただけなんで、舌打ちなんかしてないですよ、全然ね。最初いかにかわすか、バカ。下打ちはしてませんよっていうことでね。よしよしよし、何をしとんねん、ここ。ここミスるな。簡単めなんやから。ここで攻撃できんのがきつい。ここで攻撃を稼いでいかんと。回数を。よろしくないね。ここの避け方もいまいち、分かってないんやな。いや。いけるこれ俺。いや、これがきつい。なみなみがよけれん。バカ。十字キーでやった方がいい説あるか。
これ右入れた、ダサい、おお耐えた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 、間違えた、あーもう落ちろよ、あん、なんで当たんねん、ここ何、ここここ意味わからん、ここわからん、ここわからん、イージーゲーマーでもクリアできるならやるしかないですね、これは。くそ、なんだかんだ半分以上持ってかれる、ここ十字キーでやろう、スティックやとなんか左右にちょっとブレるから、なんで当たる、もう腹立つ、攻撃力を上げる意味よ、かわされんのに、割とマシ、割とマシな感じ、割とマシな感じで来れてる、意味わからん、これいまいちパターンが、もうまあ、ミスった、まあ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 、よしよし、お前には分からないんだろうな、なんか今サンズの木に若干なんとかって出たのに呼んでなかった、ある日突然何の前触れもなく何もかもがリセットされる、それを知りながら生きていく気持ちなんて、顔がちょっと怖なったな、こうか、よしよしよし、若干疲れが見え始めた、俺はとっくに諦めた、これあれや、復活させるときに何か言ってたやつや、サンズだけなんか変なこと言ってたんよ、危ない、危ない、もう地上に戻りたいと思うこともなくなった、やだだだだだ、いやー回復アイテムがしょぼくなってきた、これ簡単やな、分かってしまえば、その攻撃するしかない、サンデーサンデーなんか、だってもし戻れたってすぐにまたここへ戻されるんだぞ、戻されるんだろ、記憶を消されてさ、
若干鈍くなったようだ。コードさすがに分析しかないか。そんなだから正直何をやってもやる気が出ない。余計安めの攻撃ばっかになってきた。ま、それも怠けるための口実なのかもしれないけどな。自分でもよくわからないよ。ゆるーくやってきたのは俺が何回も時を戻すせいだったと。ただ一つわかるのは、この後何が起きるか知っている以上、もう何もしないで見ているわけにはいかないってことさ。これとこればっかりやな。いやー、1回は当たってしまってる。あ、急に違うやつ来る。体力がない。ま、それはさておき、お前本当に武器を振り回すの好きだな。なあ、お前さっき答えてくれなかったけど、俺にはわかるよ。お前の中には正義の心のかけらがある。そうなん？正しいことを望んだ奴の記憶があるはずだ。ひょっとして俺たち別の時間軸では友達だったんじゃないのか？なあ答えてくれよ。俺のこと覚えてるのか？俺の言ってることの意味がわかるならこんなのもうやめようぜ。武器を置いてくれよ。そうしたら俺の仕事も楽になる。散々逃がしてくれるようだ。逃がすわけないよな。ま、一応言ってみただけだ。そっちがやめる気ないなら仕方ない。え？何やこれ。高いぐらいでも使いすぎなんよな。あの青のやつと白のちっちゃいやつが出てくるやつが難しい。当たりすぎ、当たりすぎやん。うん、まあまあしゃあない。いやー、いらん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 なー。なんで飛べない。あ、やばい、当たってる。なんで当たりにいく。なーにゃ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 。よろしくない、よろしくない、よろしくない、よろしくない。当たんな。なんだとんねん。当たんな。
間違えたな。当たらんでいいやつにいっぱい当たってる。あらぜちぃ、なんで当たんねえ。だーもだー、さっきより進めてないやないか。ほんでそうよ、友達を作らずに来たのよ、ここまで。なみなみはちゃんと避けれた。なんで当たる？なんで当たんねんだから。なんで当たんな。あ、そうやった。忘れてたよーん。もう、うまい。落ちるな。いや、あかんて、ここでそんなロスった。何をしてる？なんでなんで、はあ、暗いすぎやってマジで。なんで当たんねんって。だからく鈍くなれ、お前もっといっぱい喋るな。そんな避けれるわけない、そんな不可避。もうだって大した回復アイテムないもんな。避け方は分かったけど、一回は当たる。どうしても。よし、当たらずいけた。
ここの曲あれやね、アズゴアンを見逃すか戦うか選ぶ時の曲の低い版やな。ここ、あ、死んでる。めっちゃ当たる、めっちゃ食らってる。当たんなこれで。当たんな、なんで当たりすぎ、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 当たり。これは当たるのよ、これは当たる。避けれん。いや、もうインスタント麺使ってもうだ。やっと攻撃できる。何してんの？うん。何しとんバカ、うんち。うんちうんちうんち。ラッキー。あらし、いらんってマジ、もう食らいすぎ。いや、回復アイテムの消費が激しい今回は。やめて。当たる。もう無理やと思う今回は。若干諦め気味で。だってもうこんなんしかないもんな。当たんな、当たんな。やばい時の方が避けれる。当たった。パパ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 。いやさっさとやろうぜって。これ回復最初使うんでいいやろ。
よしよし。キスの練習はね、日頃から怠ってはいけないですからね。危ない、もうここ無理、これこの攻撃だけやめてくれ。よし、じゃあ飛ぶな飛ぶな、あーこれ未だによく分かってないやつ、未だによく分かってないやつ、耐えたか。なんで落ちちゃうの、あーノーダメージでいくとこよ、あそこ。いやーちょっと食らいすぎた、マジで。あかんか、下に落ちたらマジ終わり。あーもうずっと自利品、当たるんか。上がった上がった。攻撃できるときにしとかなあかん。爪むずいんやった。まあ、レジェンドヒーローぐらいでいいか。やってるよ。やってるよ。下にすら、下にさえ落ちなければとりあえずいいから、そのちっちゃい骨に当たるぐらいは。目をつぶろう、下に落ちるよりだいぶマシやから、さすがに回復するか。当たんの？なんで落ちるの君、君あかんあかんあかん、良くない感じになってる。アンダイン戦じゃダイジェスト、まあうーん、まあ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 苦しみましたって感じかな。あー今の当たんのか、ちぎー、これほどまでの絶望感は感じなかったな。
何に当たったん俺。かなりほぼ避けたよこれ。あーそこで食らうのはよくないマジで。うんちマジうんち。当たんなバカ。あーや最悪や。落ちたあかんねんマジで。ちょ温存しすぎか。温存しすぎなんか。ちょっとここらでロールケーキを1個。ちょっとそろそろロールケーキがやばいんで冷蔵庫に入れてこよう。うん。冷蔵庫入れてきますね。アンダイン戦は、まあ、用意した回復アイテムをすべて使ったけど、まあ、なんとか。ああ！ちょっとここ一回死のう。ちょっと、当たりすぎたんで、もう最初で。こんぐらいでいい。さすがに使う？これさすがに使っとくか一回。周回さん、こんにち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 。当たる。これミスったら落ちるからな。右端で耐えとったら避けれるんですけど、端行きすぎたら死ぬからな。
危ない。そうですね、曲がいい。レゾさんらしくないこと言ってる。よし、まあ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 9大点でしょう。あ、なんで当たんねん。あにゃあにゃあにゃ。なんでここだけやったことあんねん。なんで当たる君は。下で来すぎや。下に来すぎ。お前下に来すぎやで。下来すぎやって。俺下しか避けへんようにしてんのに。そんな下にばっか来ないで。フラウィーがおる。コメント欄に。なんか意味わからへんコメントも来た。ケツってなんや。ケツってなんや。うん。ああ、当たるな、こんなところで。よしよし、これはさすがに。あ、当たる。当たっちゃう。当たっちゃう。下に落ちないことが大事。よしよし、よし。下来ないで。下来ないで。下来ないで。あ、めめめめめ。なんで、なんで、サンデーサンデー、アンデーなんで、なんでなんで、サンデーサンデー、なんでなんで、なんで、サンデーサンデー、なでなで、サンデーサンデーをなでなでしてあげましょう。あ、バカ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 すぎるバカすぎるバカすぎる。あ、何しょ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 。なんでそんな、これで当たるのはダメよ、マジで。これで当たったらあかんねんて。アモン、アモン、宮本アモン。これは避けたい。よし、有言実行ポルク、有言実行男ポルク。
有言実行とは私のためにある言葉だ。グハハハハ。割といい段階で来れたよ、ここに。あれ違う、な、違う違う違う、ここがターニングポイントのようだ。え、何それ。何これ何これ、やだやだやだ。当たらんやん。実はさ、俺こっそり思ってたんだ、お前と友達に なれないかなって。バチバチ止まるところを乗り越えたのは初です。時空が歪むのは誰かが不満を感じてるからかもしれないってな。だからその不満を解消してやれば歪まなくなるかもって思ったんだ。あば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 あ。僕12時半には終わらないといけないんですよね、今日。ラストチャンスかな、次。なんで最初ちょっと当たってんの。ああ、結構食らったな。まあまあまあ、でも最初の攻撃は避けれるからいっか。なんで当たる、なんで当たったやねん、そんなに。ああ、ミスった。2発目の攻撃マジ苦手うんち、マジ苦手うんち、マジ苦手うんち。あー、当たるなバカが。やっちまったやっちまったやっちまった、もう使うか。早いよー、インスタント麺消費しちゃうの。当たるー。そのね、あのビームは確かに乱数ですね。なんで当たるねんべい。当たんな当たんな当たんな。はい、へへ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 へ。なんでこれで当たる、これはマジ全部避けなあかんやつ。お願い避けてくれ。当たっちゃってるよ。はあ、ちょっと当たった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 。バスだ。なるほどね、そういうシステムか。今この体力の減り方のシステムが分かった。なんなんだい、やめて、下ばっか来ないで、来ないで、いいところにばっか、うんこ。
運が良すぎやねんお前ら。間違えた間違えた、やばい、いやちょっと今回は回復アイテム使いすぎ感が否めないですね。あーした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 あっぷね、もう3で3でしかない、もう使う意味がほぼない。あ、ここかよ、次もう死ぬわこれ。ダーン、あと1回あと1回あと1回やりましょう。これはもうリアルラストチャレンジ。ちょっと一回死んでいいですか。ちょ一回死なしてくれ。リアルラストチャレンジ2回目、初めで当たるのはマジでない。上を押してるだけで避けれる初めの攻撃は、リアルラストチャレンジ3回目いきましょう。やったりすぎやってマジで。ちょっと待って、最初で当たんのないねんって。あんなにあのうねうね地帯をちゃんと乗り越えられないとちょっとやる気になれない。やばい、もう27分か。オッケー、これぐらいならまあこんなもんよって感じなんで、よしよし、十分十分、むしろ今までで一番避けれた。当たんな、それでこれに当たんのマジダメ、マジない。ここはある程度当たっても仕方ない、むずいから。それにしてもよく当たりましたね。この両端から来るやつは避けたい。バカ、当たんなって、そんなしょぼしょぼ攻撃に。この辺は避けたいよね全部。あ、まあ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 、こんなもんよ。何も当たらんかった。これ何も当たらんのすごい。あ、ちょっと下に降りたかったんよ私は。やめて、その真ん中が一番食らうから。
たらんでいい攻撃に当たりすぎやねマジで。レベルレベルベイベイベイ。あまあまあまあ一発ぐらいなら許してあげよう。危ない。何飛んでんねん。喜ぶな。あーなんで飛んだい。当たんなバカ。ふざけやがって。当たっちゃった。ここでインスタント麺じゃないか。まだか。インスタント麺のタイミングが大事。あ、まあまあ一個ミスだな。この後何が起こるか分かっている以上って言ったらインスタント麺を使うぐらいの感じやな。まあ、その時の体力にもよるけど。よし。やめろ。ちょっと回復するか。やめろ。その間に攻撃してくんなマジで。なあなあなあ。長い。避けられんねんやんて。うまい飯とかくだらないギャグとか友達とかがあればいいのかなってさ。今日はここまでですね。次回サンズ戦からいきたいと思います。ではでは、ご視聴ありがとうございました。もうちょっとかもしれないし、まだまだかもしれない。確かにね。ではでは、さよなら。